たらいいんじゃないですか。で、あと右の内側ね。ああ、すごい。いや、もう本当に強くなりましたね。びっくりした。ここまでやられると思ってなかったですか。だって、その、はい。普段だって、自分でやっぱり受けに行っても、はい、はいはいはい。ふくらはぎ、こんなに痛いと思って受けてないから。ああ、はいはいはい。でもね、力自体はそんなないですよ。やってないですよ。はい、そうそうそう。角度的なところとかで、相当狙ったから。で、この辺とかですか、内側は。いや、もうちょい上の方ですか、ね。上の方で、こっちか。こことか？もっと上なのか。もっと上。あ、多分その辺、あ、これかな？あたりですね。これとか？はい。多分その延長のどこかです。あ、ポイントがあるんですね。はいはい。どけだろう。もうちょっと下かな。あ、そう、その辺近いです。ここ。あ、近い。これ？あ、その辺です。これなのかな？あ、これ？あ、はい、十分効いてます。はい。これか。はい。あ、そうですね。これですね。もっといい入れ方がありそうな気がするけどな。ちょっと違う、ちょっと違うかな。もうちょい後ろからなのかな、狙いが。後ろから、こっち側からってこと。はい、後ろから行った方が入る、入りそうな気がします。入りそうな気がする。どこなんだろう。あ、でもその辺。あ、これか。そのあ、それこれですね。それですね。はいはいはい、これか。あ、最高。これでいい。はい。最高です。はい。ああ、いいですね。あ、ビタッときました。はい。こうして、こんな感じでもいけます？あ、大丈夫です。これでもいい。はい。はい。これはもう気持ちいいですね。よかった。最高ですね。よかったっす。地味な絵だからね、なんか伝わるか分かんないですけどね。はい。やっぱ受けてる方からしたら最高ですよ。はい、よかったです。取れてきてますね。ああ、よかった。
そうですね、なんかほぐれた感じしますね。はい、はい、これであれですかね、ふくらはぎ左右ともよろしいでしょうか。あ、もうだいぶいいですね。はい、はい、はい、鎖骨周りとかね、くすぐったいですか。くすぐったいです、はい、残ってますね、やっぱりね。仕方ないっちゃう。はい。この辺は気持ちいいですね。はい。意識はしないんですけどね。はい。そうですね。まあ、仕事的にも当然なりますからね、この腕の疲れって出るところから。あ、どっちの方が気になるとかありますか。まあ、普段気になってないからわかんないか。そうだ、右の方が、はい、硬いかなっていう。かなっていうのは。多少ありますね。はい、ただその肩ほど左右差はないかなっていう感じで。なるほど。ピンポイントでやばい。こっちの方が硬いのかな。うーん、ちょっと動いてない感じしますね。そうですね。うん、その硬すぎて左みたいな痛さがないです。はい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 、止まっちゃうんですもんね。うん、確かに。
いんですか。はい。来ましたね。はい。ちょっと開きましたね、ちょっと開きました、さっきより。開いて体痛い。いや凝ってるんですもん、うん、普通に入るようになったから痛い、はい、はい、じゃあ次座ってもらって片付けとしましょうか。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。もうドラの方はストック溜まってきたんで。あ、よかったです。はい、はい、じゃあもう丹野さんのは締め切りになりました。施術は受けられるので、あとうちも貸し出してるので、はい、あのリラクエアでやってみたいっていうのがありましたら丹野さんにも連絡行ってください。はい、それはリンクを貼っておきますので、そちらからお願いします。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。タノさんの、ね、登録の、はい、タノさんのチャンネルも貼っておきますので、ご興味のある方は。はい、ぜひお願いします。はい、See you!